いやー、皆さんの周りもね、こういうことを言う人いるじゃないですか。え？いや、釣りを知らないなんて、もう人生半分損してるよみたいなね。言うじゃないですか、このね、よくこんなこと言うやつね。いますよね、こういう人ね。やっちゃうな、おい、これ、おい。何が損してる、やっちゃうな、おい、これ、おい。え？まあね、まあでもね、世の中もっと損してることなんかいっぱいあるんですよ。世の中損してること、例えばこんなこと損してますよね。マヨネーズこれだけ残ってるのに捨てちゃうやつね。損してるわ。損してるよね。もう振ってポンで、もうちょっと出るのに。なんで捨てちゃうの？損してますよね。もっと損してることありますよ。ボールペンごと買い替えて返信買わないやつ損してるよね。そうって、こっちの方が絶対安いのに。めちゃくちゃ損してますよね。あと、パスタとパスタソース別々に茹でる人損してますよね。もう、一個の鍋で済むのに。一個の鍋で済むのに、もう、光熱費も倍かかってますからね。倍損してますよ、これはね。あとピアノ4歳から習い始めたのに、中2で辞める人ね。10年間あったのに、もうここで辞めたらもう絶対弾けなくなるもんね。じゃあもっと早く辞めるべきでした。もうどうせ弾けなくなるのであれば、もうここら辺で辞めとけばさ、もうどうせ弾けなくなるから、損してますよねー。